皆さんこんばんは、 MK です。 MK の海でマイクラ、今回は孤島の成長を進めていきたいと思います。そう、前回の動画で鉄の装備1式と鉄のツールも1式揃えることができたので、こちらで素材を集めて今回からお家の方を作っていこうと思っていたんですが、正直私がスポーンしたことを若干狭いんですよね。あそこにお家を作ろうと思っても、まあ結構狭いお家しかできないと思いますので、今回はパート3ですけど、思い切ってちょっと整地をしていければと思います。初っ端から整地ってなんかちょっと地味じゃないと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあでもしょうがないよね、将来のことを考えたら、整地から入った方がいいでしょう。よーし、じゃあ孤島まで戻っていきます。はい、戻ってきました。やっぱちょっと狭いよね。ど真ん中にお家を作るんだったらありかもしれないんですけど、確かね、リスポーン地点がこの辺りなんですよ。だからまあどっかでやられてここにポンと戻ってきた時に目の前にお家があった方がいいですよね。だからまあ今回はこっち側か、なんとか整地を進めていきましょう。ちょっと待てよ、正確なリスポーン位置を出しておいた方がいいな。だとしたら一回やられるか。もう前回やられたばっかなのにまたやられないといけないの？一旦ちょっと夜なんて寝ましょうか。はい、じゃあベッド置きまして寝ます。で、持ち物を全部チェストに預けてから寝たいと思います。結構貴重なものとか手に入ってるんでね。じゃあ作業台をポンと置きまして、これでチェストを一つ作っていきましょう。これチェスト一個じゃ入りきらないな、もう一個必要だ。うわー、もったいねえけど、どうせお家を建てるんだからこれも取っ払った方がいいよな。もう孤島が丸裸になっちゃうんですけど、これはしょうがない。ということで孤島にあった最後の木も切ってしまいましょう。でこの辺りの草も買っておきまして、よし、じゃあもう一個これでチェストを作りますよ。菓子の木材に分解して、おっと違った、チェストをもう一つ作りましょう。まあ最初はね、なんかどでかいお家を作らないで仮拠点みたいな感じにしてもいいかなとは思ったんですけど、まあせっかくだからね、ちゃんとしたお家作ろうよ。よーし、じゃあここに全部預けていきまして、鉄の防具も脱ぐのを忘れないでくださいね。せっかく前回手に入ったんですから、これもしっかり預けましてと。よし、やられるか。どういう実況って感じですけど、はい、ドラウンドさんたち、私を倒してください。トライデント持ちはいないか。トライデント持ちがいた方が早かったんですけども、はい、ラスト一発、オラ、よし、オッケー。これで、リスポーン位置、間違えたじゃん。もう、みんな言ってよ、ベッド預けないといけないんじゃん。もう一回やられんぞ、じゃあ。もう、なんなの、最初から。はい、倒して、私のこと。あれ？さっきのドラウンド集団いなくなったね。あら。あ、鉄あった今、あそこに。へえ。まあじゃああれも後で取っていきましょう。はい、で、ここがちゃんとしたリスポーン位置でございます。ああ、これ4つのブロックの真ん中になるのか。まあ確かに座標で言ったらそうだよな。そしたら、この真ん中ね、ちょっと覚えれるように、何か違うアイテムで置き換えたいと思います。ポンポンポンで、ここも削ってポンと。よし、この真ん中がリスポーン位置だな。そこが分かったので、そしたら、どうしよう。あのね、建物を建てるコツとして皆さんにもちょっと覚えておいてほしいんですけども、向きがあるんですよ、建物って。こうやってブロックを置いた時に、マインクラフトってこの日当たりがねあるんですよね。こっち側明るいけどこっち側暗いじゃん。ちょっとわかるかな。ちょっとこれわかりづらいな。もうちょっとわかりやすいやつない？丸石の方がわかりやすいかな。丸石をポンと置きまして、ほらこっち側さ、ちょっと面が明るいけどこっち側ちょっと面暗いじゃん。だからお家はこっち方向かこっち方向に立てないと明るく見えないんですよ。なのでここがリスポーン位置でこっち向いてたから、じゃあここに家建てようか。よし、わかった。だとしたらここを今回は整地していきたいと思います。なんかさ、砂浜感も残したいから全部草っ原にするみたいなことはしませんけど、どうしようかな。ちょっと待て、いろいろ考えないといけないな。まずはちょっとあれ、斧は、え、あー、びっくりさせないで。なくなっちゃったかと思った。じゃあまずこっち側を砂全部一旦削っちゃって、この草にしましょうか。よーし、じゃあ鉄のシャベルでガンガン砂削っていきます。
やばい、鉄のスコップ壊れそう。うわ、鉄のスコップってさ、案外耐久ないね。うわー、壊れちゃったもうちょっとあるかと思ってた。そしたらまあ一応もう一個作れるから、これで鉄のシャベル、はい、作りまして、また掘っていきましょう。もうさ、これめんどくさいから全部あの端っこ以外草っぱらにするわ。だからこの辺もう全部めくってしまいます。はい、これでとりあえず砂のところは全部剥がし終わりました。そして雨降ってきた今回のシリーズ初めての雨ですね。そう、 MK さんはめちゃくちゃ雨男なんで、もう正直まあ雨は今後もガンガン降ると思いますが、よし、とりあえずは OK だな。そしたら今度は、うわ、そう、シルクタッチがないからさ、草ブロックの状態じゃゲットできないんですよ。うわー、もうでもしょうがないよな。シルクタッチゲットするまでは時間を立たせて、こうなんとか草ブロックまで待たないといけないでしょう。よし、じゃあこれで棒を作って、もう一個シャベルを作ったら、なんとかね、草ブロックじゃねえや、土ブロックを、取りに行きたいと思います。うわ、ちょっとめんどくさいけど頑張ります。なんとか土取ってくるぞ。よーし、とりあえず3スタックぐらい集まったんで一回帰りましょう。そしてこれ夜、うわ、わかりづらい。そう、雨の時ってさ、夜かどうかがあんまりわかんないんだよな。時計とか先に作って持っといた方がいいでしょうか。時計ってどうやって作るんだったっけ。もうそれも忘れてしまいましたが、そしたら、はい、お家帰るよ。これ鉄の装備とか着た方がいいかな。いや、着なくていいよな。あ、夜っぽい、夜っぽい。うわ夜の雨でもう真っ暗すぎるんですけども、そしたら、はい、ベッド、さっきあったよね。このベッドをここに出しまして、ほい、寝ましょう。オッケー、これで雨が止んでくれるはずでございますが、止んでよ、ほら、止んで、あれ、あー、やんだ、びっくりしたびっくりさせないでよ。でさ、これさ、単純計算でさ、砂をこんだけ取ったってことはこの分の土が必要なんだよな。絶対3スタックじゃ足りんじゃんまあでも、あの、徐々にね、草ブロックにしていくことを考えたら、ほらほらほら、ん?違うか、違うな今ここがもう草になったって言おうとしたけど違うな。そう、草ブロックってこう土ブロックが隣にあるときに隣にこう侵食していく感じになってくるんで、この周りから置いてった方がまあ最終的に綺麗になると思う。よーし、じゃあ周りにまた置きつつ、うん、土ブロックを集めていきます。待って、これさ、置いてるうちにちょっと思いついたんですけど、島の形も綺麗にしちゃおっか。なんかその方がさ、最終的に見栄えが良くなるような気がする。なんかここにさ、1,2,3,4、これ真ん中に置いてあるでしょ。で、こっち側もほら 1,2,3,4 なんですよ。だからこれをちょっとさ、そっち側にも作って、形もちょっと綺麗にしたいと思います。だとしたらこの辺とかもういらないんだな。ここをパーッと削っちゃって、ここは砂でいいと。はい、で、砂で周りをパーッと引いていきまして、じゃあこっち側は削っちゃっていいもんね。で、ここで、あー、どうしようかな、ちょっとそっち端で合わせようか。ご飯がないちょっと食べ物とかちゃんと持つ癖つけましょうね。カミカミですけども、ちゃんとパンを食べまして、そこがまっすぐ来て、ちょっと待てよ、ここから 1,2,3,4 になればいいから、あー、どうしようかな、それを真ん中にする必要もないけど、ちょっと分かりやすくいこっか。ここで行きたいから、うわ、どうしよう、 1,2,3 になっちゃうんだな。じゃあこっからだ、 1,2,3,4,4 だから、ここがいらないと。今やってることわかります？皆さん、ちょっと説明が適当のまま進んできちゃってるんですけど、あの、島の形を綺麗にしたいんですよ。だからこの辺とか全部削っちゃって海にしちゃおうってことですね。そうだとすれば、土とかももしかしたら足りるかもしんない。で、ここももう削っちゃって、これ綺麗に海になるよな、削れば。あれ?ならないかな?あー、ボートが流れていっちゃうけど、まあ、最終的にこの陸地のどっかにあればいいや。よーし、じゃあこの辺りも全部削って海にしちゃいましょう。おー、綺麗になった。うわ、なんかちょっとここ見えるの、あれだけど、まあでもそんな気になんないよな。そしたらまたこっからまっすぐ行って、端っこから4マスだな。ここの辺かな?1,2,3,4だな。だから、ん?
いいんだよね、いいんだよね、いいんだよね。ここを削って1234で、ここもいらないと。よーしよしよしよし、なんかだんだん島の全貌が見えてきましたよ。よーし、じゃあこの端っこも全部削って海化してしまいましょう。やっぱね、このね、水の動きがほらちょうどよく海になるんだよね。で、真ん中を全部この土ブロックで埋めていくと。端っこどうする？端っこ砂でもいいけどさ、なんか端っこも土にした方綺麗かな。うわー迷うな。っていうかさ、なんならさ、一段上げた方が綺麗説ない？ちょっと待てよちょっと待てよ。だとしたらこれ剥がした意味ないんだけど。うわー、でもな、だんだん変わってくもんなんだよな、こういうのは。よし、一段上げよう。もうめんどくせえ。めんどくせえけど、もうしょうがない。じゃあ、砂で下埋めて、上に土をかぶせるような感じにしたいと思います。もうめんどくさいけど、もう将来のこと考えたらね、やるしかない。あ、やばい。最後のシャベルも壊れちゃいそうなんですけど、これさ、鉄のシャベルって案外なんか、耐久値ないんだね。もうちょっとあるもんだと思ってた。現状こんな感じ。ほら、なんとなく島にはなってきましたよね。で、鉄がさ、さっきそこにあったと思うから、壊れちゃわないうちにちょっと鉄回収しよっか。鉄？あったよね、さっきこの辺に。鉄ちゃん、鉄ちゃん。あれ？見間違い？いや、見間違いじゃないと思う。さっきあったよ。わわわ、待て待て待て、行き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 。あれ？ないかな？あんまり下行くとドラウンドが出そうで怖いんですけども。え？鉄？どっち方向だったっけ？あ、銅はあったけど、鉄はないな。あ、あった！あった！さっき見つけたやつじゃないだろうけど、あったぞ。そしたらパンを一回食べまして、あの鉄を回収しに行きましょう。わざわざ水中の鉄を回収しに行かなくてもって気はしますけども、せっかくだからね、一個でいい、一個で。いや、一個じゃダメか。二個くらい欲しいかもしんない。はい、ここで。うわ、やべ、上砂のパターンか。ちょっと、砂ってか砂利のパターン。それは勘弁し、それは勘弁だな。うわ、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 いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。さすがに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 大丈夫。危ない。で、さっきの砂利を砂利をなんとか攻略しないといけないな。ここだよね。あ、わかんなくなっちゃった。ここだよね。ここだよな。ここの砂利を、はい、壊して、壊して、鉄、あーたたたた、一回上上がるよ。もう前回ね、ここで溺れちゃってるから、同じミスはしません。うわー、どうしよう。とりあえずこれ、焼いとこっか、一個。まあ、一個あればなんとかなりそうな気もするしな。そしたら、かまどをゲットってか取りまして、ポン。で、この中に鉄を入れて、あれ？もっとあったよね、石炭。オッケー。はい、じゃあこれで焼いてしまいましょう。もうこれも壊れちゃうよ。で、この下、そう、土が足りなかったからさ、この、なんだろう、孤島の下にあった土も全部回収しておりました。ほら、こういうところさ、別に砂でもいいじゃん。だからこういうところも、全部、あら掘りまして、焼けた鉄を使って、新しいシャベルを作りまない。棒がないね。じゃあ木材を使って、で、これで棒を作ってと。もうなんかさ、耐久力って偉大だったんだね。耐久さんがついてるだけでさ、相当持ってたよね。うわ、そんな違うのか。なんかね、前回もそうだけどさ、水中呼吸がついてると思って私動いちゃうじゃん。こういうなんか弱い武器に一気に変わった瞬間、ちょっと混乱するみたいなの今後もありそうだな。剣とかもね、思ってるよりなんか強くないんだよ。ちょっとそのあたりは、なんか意識しながらやっていかないといけませんね。よーし、じゃあもうちょっと整地頑張ります。はい、オッケー。砂の部分は全部埋まりました。あとは土の部分ですね。もうちょっと足りないんで、取りに行きましょうか。64あれば足りる？ 8×8。 いや、絶対足りないな。3スタック。まあ、2スタックあればいいかな。よーし、じゃあさらに2スタック土を集めます。やばい、夜になってきた。でももうちょっとで1スタックだから集めてしまいましょう。1、2、3、4、5。はい、これで2スタック OK。 よーし、じゃあお家帰ります。やばいお家っていうかもうお家でもないけどね。ほら、やっぱさ、1段上げた方がさ、孤島っぽくは見えるよね。うわ、砂でさ、もう1段上げる？
うわでもそこまでやるとなんかもう建物感出ちゃうかな。どうしよう。まあ一段でやるとしたらここを砂にするかだよな。待って一回寝よう一回寝てから考えましょう。一番外側をさ砂にする。いやだったらもう中も全部砂でいいみたいになっちゃうよね。まあ一番外側は土でもいいかもな。よしじゃあとりあえずこの方向にしよう。で後で見栄えが悪いってなったら砂に変えるかもしれないということで、よろしくお願いします。はい、ということでこっち側までつないで、あとは中を全部埋めるだけ。どうだろう、足りると思う？みんな2スタックで。 MK さんは足りないと思う今置いてって思ったわ。これ足りないな多分な。いや足りるか。ちょっとワンチャンにかけて、ほらワンチャンない、あと1スタック。いけるよね。いやー微妙だなかなり微妙。いけてもいけなくてもギリギリな気がする。はい、じゃあここまで置きまして、いや35、あいけるね余裕で。はい、とおはい、ということで OK、 整地終わりました。いや長かった。ここがリスポーン地点で、周りぐるっとね一周砂みたいになってて、上が土になってると。でこの土もね時間が経てば全部草ブロックになると思うので、そこのところはご安心ください。いやどうだろう、なんかもう一段砂にした方がいいような気もしなくもない。ちょっとその辺は皆さんのね意見を聞きたいと思いますが、とりあえず今回は、これぐらいで終わりたいと思います。 MK さん整地頑張ったなと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。